平均年齢69歳、明治生まれの長老たちが頭をひねること10年、法務省の法制審議会は5月29日、改正刑法草案を法務大臣に答申した。答申案によれば、ピンク映画にストリップ、街を歩けばポルノに当たるほどの大反乱、野球場をストリーキングが駆け抜けるご時世なのに、わいせつ行為に及ぶ者懲役2年の刑に処すと一挙に4倍もの重罪ぶり。世は挙げてギャンブル時代、これまで罰金しか科されなかった単純賭博罪は拘留期限が90日に延長、上がっては見たものの札に上げられないようにご用心。総理の指定は3000坪近い敷地を有すると言われます。6畳一間で暮らしている所帯がいくらもある。この人たちは何と言ってるか、田中さんのように広い土地や家を持とうとは思わないが、せめてゆっくり寝れるスペースが欲しいんだと、こう言ってる。このささやかな土地なき庶民の願望と、片や総理の大邸宅、この不公平な現実をあなたはどう考える？そこで、このような発言は名誉毀損の疑いがある。あなたの敷地の一部を庶民に開放してはいただけないだろうか。無賃乗車、別名キセル、恥ずかしながら誰もが一度ぐらいは経験したことのある不正乗車、これが発覚すれば3年以下の懲役。公害が人殺しや泥棒並みに劣気とした犯罪の仲間入り。しかし現場の責任者が逮捕されて、工場や会社はそのままということになりかねない。東京にね、遊びに来たとじゃなかですよ。水俣病の患者はですね、生きるために私は来たんですよ。親の命が欲しい、子供の命が欲しい。大声を出して抗議をすれば7年以下の懲役。読み込む子も持っとるなんだとば、人間なん何のためにまで来たと思うか。昭和33年、暴力団の抗争がきっかけとなって制定された狂気準備集合罪、いつの間にか学生運動の規制に最も多用される法律の一つとなった。それが今度は騒動予備罪の新設によって騒動に至らない段階で発動され、一頃全盛を誇ったフォークゲリラ、新宿駅西口は毎晩どこからか集まったやじ馬で埋まった。やじ馬が加わると群衆心理で事は重大化するとばかり、多州不快散罪が適用、懲役2年。新しい罪と罰を生み出す新刑法草案、数年後施行された暁には人々の生活はどうなるのだろうか。